私は、伊藤さんのね一番初期だと思うんですけれども、1971年11月号でたまたま、自分が編集している雑誌で伊藤さんの、作品の、特集号、特集ページを作ったもんですから、それが最初だったと思うんですね。まあ、しかも伊藤さんの一番初期の仕事を、記録したという結果になったと、思うんです。で、伊藤さんの一番最初の仕事っていうのは、知人の家を、設計したことなんですが、アルミの家ってですね。で、このアルミの家っていうのはね、結局木造住宅にいかにも新しいんじゃなくて、むしろ普通の木造住宅にいきなり、アルミのね、アルミの、壁っていうのかな、アルミ のカプセルみたいなものを上にこう取り付けたと。で、そこから光を、取るというような形になってたと思うんですけれども、その形がやっぱり普通のね住宅とは全然違う形になるだろうと、少なくともそのカプセルを屋根の上に乗っけてしまえば、なんとかなるだろうという、そういった気持ちで、作られたんじゃないかと思います。アルミの家を訪ねた時に伊藤さんの建築に初めて出会ったということが言えると思います。そのアルミのカプセルの中はどうなってるかっていうと、2階の個室なんですね。で、そのカプセルの中っていうのは、単なる予備室っていうのかな、特に名前も付けてないんですね。最初はどうもね、この図面なんか見てると寝室であると、個室であるという説明が、あったんですけれども、最終的に発表されたものを見ると、図面を見ると、単なる予備室になってる、なんていうか機能的な説明をしたくないという、そういうことでね、新しい住宅を、最低こう考えられるという構想があったんじゃないかと思うんですね。同時にこの住宅を発表された時に、プロジェクトも作ってるんですね。で、それはね、同じように大きな共有空間というか、ボックスの中に、カプセルっていうものをいくつもそこに入る人の分だけ並べているという、考え方で、そこから長いね、高い最高のタワーがついてるんですね。もう明らかにそれは光を取り入れるためのタワーというよりは、むしろ何か煙がね、そこから出てくるような、そういう高いタワーなんですね。結局伊藤さんはやっぱりカプセルというのは一つのこの個人個人のその性の最小限の場所であると同時に、そこで人はみんな死ぬんだという、考え方も同時に持ってたんじゃないかと思うんです。で、これは多分ね、銀座の4丁目の交差点で人がいっぱいこうなんか集まってるところに、アルミのなんか水を受ける入れ物をひっくり返したみたいなカプセルがその中にこう割り込んでるっていうね、そういうコラージュ写真があって、これも明らかにね、非常に皮肉ですよね。なんちゅうだってこれが理想の建築っていうか住宅とは思えない。もうとにかく完全にやっぱり、こういうそのカプセルみたいなものは、これからのその未来の住宅と言えるのかどうかっていうことに関して非常に、強い疑念を、イメージ化したじゃないかと。で、実際に伊藤さんに、聞いたことがあって、このカプセルってどうやって発想したんですかっていうことを聞いたことがあるんだけど、その時に伊藤さんはね、いや、これは結局今、万博なんかでやってた、カプセルタワーから、そのカプセルだけはボロボロこう地面に
落っこっちゃった状態なんだよっていう、それをね書いたんだよっていう、まあ、かなりあの直接的な批判っていうかな、その万博的なものに対する直接的に批判とも言えるようなプロジェクトを出してっていうことは、結構彼は本気でその時代をねに対して、まあ、抗議をしていたというか、よりこう批判的な姿勢を取ろうと、まあ、していたんじゃないかと思うんですね。今はなんかね、非常に万博っていうのはなんか懐かしいものとして受け入れられつつあるけれども、この伊藤さんのプロジェクトっていうのは特になんか人がいなくなったらたちまちこいつは地面の下にこうあらかじめ用意されていた穴があって、その中にこう沈んでいっちゃうっていう、ね、非常に怖いイラストを描いてる。でこれはね、雑誌に発表しなかったんですね。で彼もちょっと自分ながら怖くなって、発表するのを控えたんじゃないかと思うんだけど、当時、僕はこの図面は知りませんでした。おそらくこっそり書いてたのか、後になってもうちょっとその考え方を進めるために、書いてみた図面かわからないんですけれども、強烈な図面だと思います。伊藤さんってこんだけ、まあ、なんか本気になってやっぱ批判をやる人なんだっていうか、そういうなんか重要な記録なんじゃないかなという気がするんですね。